源氏物語源氏物語の登場人物左近の少々左近の少々とは、源氏物語に登場する架空の人物。宇治十条の後半にのみ登場する。子大将の子であり、学祭、人柄は、優れていたが、経済的に恵まれない立場の人物。財力のある日立之助の後ろ盾を求めて、本来自分より身分の低い受領階級の娘である浮船との、 結婚を企てるが、ナコードから、浮船が日立之助の実の娘でなく、日立之助から好かれてもいないと知って、ナコードを非難して、浮船との婚約を破棄し、日立之助の実の娘と婚約し直し、日立之助から大臣になるための援助の約束を取り付けている。浮船と婚約した際には、浮船の容姿や教養を褒めていたが、 婚約を破棄した際にはナコードに対して、そんな女はいくらでもいると言葉を翻している。これに対して、浮船の母や浮船の乳母は、左近の少々との婚約が破棄された時には、嘆き悲しんで、宇治の中の君に浮船を預けるきっかけとなるが、後に浮船が、二大宮ややかおるから求愛されるようになると、それまでとは、打って変わって、左近の少々を、 二お宮ややると比べて、なんとつまらない男だったのだろう。あんな男の妻にならなくてよかった。と思うようになっている。左近の少将は直接には、以下の巻で登場し、本文中ではそれぞれ以下のように表記されている当初、浮船の婚約者として登場する。しかしながら、浮船との婚約は、浮船の義父である日立之助の後ろ盾を求めての、ことであり、 浮船がその実の娘でなく、ひたちの助から好かれてもいないと知って、ナコードを責めて、婚約を破棄し、ひたち守ると浮船の母の間にできた、ひたちの助の実の娘と婚約し直した。ひたちの助の実の娘を妻として、ひたち守の婿になっている。妻が出産し、盛大に祝いを行っている。ありがとうございます。